8000円でお願いします。8000円。8000円でいいよ。うん、8000円で。そうだそうです、ここじゃダメなんだ、やば、まあ、ちょっとごめん。これどうせいいかね、開けてもらわないと入れないから、開けてちょうだい。入れないんだ。ちょっと私も入れないけど、誰だこれ鍵持ってんの。海の上にほんとちっちゃなブイが浮いてて、でその中入ってったらまるでゴジラが生まれそうな洞窟があったのよ。そこに、ここに出てるじゃん。箱が、え、え、見えないかも。あ、あったあった、ほんとだ、あ、ほんとだ。あ、ばば、あ、おはよう。おはよう、明日帰る。あ、明日帰るらしいね、聞いたよ。明日帰るよ、うん、そうそう、今までありがとね。失礼なやつだね、私に言わないなんて。マジで危ねえか見えねえよ。確かに。確かに。絶対、言えばよかった。よかったね。あ、教えてくれる人がいてね、密告があってね。誰かからか言えないんだけど、密告があった。もう内緒にしたいから大丈夫大丈夫。はい、おばあちゃんこれ大事してね。なんだよこれ。ジュエリーの方はね、昨日ダイビングで撮ってきたから。そう、本当。合法の方だから。換金してくるわ。誰かストップ。今いる店員の大事にするわね。パンを5本ずつババアに。俺怒るわ。マジで？うん。オッケー。ババアがシャンパン。シャンパン5本ずつだって。なんだって。俺席を切って。で、中場さんにしろ。いや、俺は今この警察で超今悩んでる時期なんだけど、ばあちゃんが俺の今あれだから、あの輝きというか、そう、心の支えだから必要かな。そうか。じゃあバーバリアンさん渡しますね。ああ、ありがとう。アピオリーベラインカウサーという草です。わあ、俺ばあちゃんとね、初めて会ったわけじゃないけど、こいつやべえって分からされたのが宝石店付近なんだよね。宝石店でなんかね、警察官ブラガーがバチバチに打ち合ってる時があって、そこでバーバリアン田中が警察官めちゃめちゃダウンしてる中踊り狂ってて、あったんですよ。やばい、そう、わ、こいつやばと思って、ちゃんとやばい。そうそう、だから今では俺の心の支えな、密かに心の支えになってる警察官だもん。ああ、そうかい。サンバル出します。ありがとうございます。妙なこともあるもんだね。もう行ったっていい現場。巡り合わせって不思議だよな。ブロガーが1台飛んでて、ハクさんのお酒ですか。ハクさんちょっと今お話中なので、ハガちゃんのね、何色のブロガー、黒っぽいブロガーかな。オールインディアだと考えて。左上にアンブレラがいる。左上の前の。ちなみにバーバリアンとの子さんに、あの係店長の明日の件って伺ってますか。ああ、聞いてるわ。バック屋さんね。わかりますか、何時頃とかは伺ってます。全然聞いてないわ。あ、一応なんか0時頃には帰国予定だそうです。ああ、オッケー。ハンブレラ。全然誰にも言ってないんだな。マジで。え、ロケバ持ってけばいいの？あ、その通りです。はい、あの魔法少女の姿で。飛行機爆破すりゃいいでしょ。いや、それはマレンさんです。はい、引き止めてもらえれば。全部ロケランで壊せた。あとね、高速の上のね、橋の上にいるから気をつけて。今、警察が一斉にロケランぶっ放して空港の飛行機全部破壊。そうそう、やめろよ。爆破背景にね。あ、いいな。あ、もう頭の中でちょっと、とある曲が流れちゃう。違う。そっちか、悪くないな。この1年3ヶ月バカそうって呼ばれるの。うん、いいじゃん。緑橋前、赤トラック、ブラック、ニャンコ付き。了解。発火してる。痛い痛い痛い。もうこう言ってよ。緑橋。かけるちゃん。ガレットでヘイト買うわ。このトラックってこと？うん。これ車乗らせない。ナスそう、田中さんなんで。ナスも緑橋で。って言っても誰かわかんないよ。呼ばれる、田中さんって。あ、言われることあんまないね。ないよね。ババアだもんね。バーバリアンさん、緑橋、これなんか緑橋覚えてますよ。バーバリアンさんがあの、ね、ジェリカン持ってレディオンでいろんな顔に。あ、そう、あったあった。あの頃からおとなしくなってたんだよ。やってるね。私、バーバリアンさん、元気いいね。はい、会いたかった。あー、あ、じゃあ正規オーロな。はい、なんかすごい長い夢を見たときに、なんか普通に魔法少女の方がいてたような夢を見たら、でもババリアンさんもう白市民は警察だから、あ、そうね、受けたいって言ったら採用よ。もしかしてマサヨミになるかも。冷蔵庫で屋上一人、中
そう、ここでやられてるのか、これまで断ってたのは白市民パス持ってないから挙動すごい。やられてのダウン3品了解。ついにバーバリアンさんが本当に店長になる日か。海中いんなら1品出して店長になる。海中僕頑張ってもらわないとない。やこてまずノビをボコさないといけない。ノビーさんを超えてもらわないと。はい、使え。はい、いける。とりあえずノビをプリズンに送ってもらって、その間にいいね。はい、ここ書いてみて超えろっていうのは。ありがとう、ばばあさん。ばばあさんっていうのあれだな。先輩、中先輩。また今度来るからよろしくね。あと明日ね。はい、明日です、はい。教えてくれてありがとうね。変わってないね。明日ロケラン。うん。明日ロケラン持って行きます。浜さん行ってらっしゃい。冷蔵庫の中警察います。私も行くわね。先輩行ってらっしゃい。行ってくるわ。お前、靴入ってきた。現場。かっこいいな。泥川いる。泥川。泥川了解。あら。ひろわさん、こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。今、真ん中ら辺まで行く。あ、もしもし。もしもし、お疲れ様です。つまめです。あの、いただい、あの、修理じゃない。車。カスタム会。あの、そう、カスタム終わったので、いつでも取りに来てくださいという報告です。わかったわ。はい、お仕事ご苦労様です。うん。ありがとうね。後で向かうわ。了解です。いつでも今日は遅くまで起きてる予定なので、いつでもお待ちしてます。うん、わかったわ。はい、よろしくお願いします。失礼します。よいしょ。あ、ばば。お世話になってます。今車持ってくる。ありがとう。はい。あら、こんにちは。こんにちは。あ、たこ焼きと中の飲み物を10個ずつもらえる？もう全然取ってくださいよ。いい？ええ感じで。そう、もうほな請求書。たこ焼きと飲み物、ね。飲み物でしょ？コーラじゃあもらうわね。あざす。50万です。うん、ありがとう。よっこいしょ。いや。ありがとうね。えい。いやありがとうございます。助かったわ、ありがとうね。いやこちらもありがとうございます。うん、あら、いいじゃない。になりました。いいじゃないこのホイールも。どこ？なんかババアの肌の色をイメージしたんだけど。どうよ。いいじゃない。やった。なんかツヤがねあっていいわね。やった。さあのここの目の、うん、この前ぐらいはあのババアの口紅をイメージして真っ赤にしました。ああここああライトがね赤いねなんか。あそうそうライトであとなんか、うん、ちょっと明るくなると結構わかりやすいんですけど、うんうん、この前あたりがねめちゃめちゃルージュって感じに。うん本当ね。しちゃった。ありがとうね。どちらこそあとはがっつりやっちゃいました。いくらだった？全部合わせてエンジンスワップもだよね。うん、そうだね。合わせて7000万ぐらい。7000万安いじゃない。もし全部で7985万円です。うん、ああ、じゃあ8000で切ってちょうだい。いいの本当に。やった。ありがたくいただきます。123。123か110100000万100万1000万じゃあ8000円でお願いします。8000円でいいよ。うん8000円で。あありがとうね。やったじゃあ今主権移しますね、うん、お願いね。361だよ。あ、もらったよ。ガレージここかい？ガレージ、あ、そうだ。そうだ、そうです。ここじゃダメなんだ。やば。ちょっと。ごめん。これどうせいいかね。近場のガレージかいこれ。近場のガレージ一体これできるかね。かもしれない。ごめんババ。ちょっと待ってね。
あ、受け取ったよ。ここで出せます。あ、ありがとうね。本当にすいません。あ、いいじゃない、かっこよくて。やだ、また多分昼になると色合いとかが変わってくると思います。うん、うん、あ、ありがとうね、かっこよくしてくれてね。こちらこそカスタム任せていただいてありがとうございました。またお願いするわね。こちらこそ。うん、じゃあまたね。いいね。ニトロニトロついてる。いいね。ニトロついてんのいいね。速度も結構出るね。私はやってないよ。了解了解。プラス4人確保。トイメカニックのとこいる？アジット。ほう。で、車触ってる。おお。ちょっと待って、行くそれ。車触ってるの見えてる。でも2人いる。え？なんだって動きや。どうするこれ？みんなで行く？一旦テーザー持ってアジトまで行きます。場所は場所。ブロガスみたいなこと所長言ってましたけど、これ検挙入っていいんですか？2人いるんだよね。いる分にはもう捕まえないと。やっぱりブロガスのって闇メカニックだっけ？わかんない、言ってたよ会議して。捕まえたらアジトが変わっちゃうからってことかな。いやでも中にいるんだったら、中にいる人間は検挙しないといけないんじゃない？今ローズとババアと皇帝3人来ました。ずーっといじってるよこれ。ちなみにライブのダメージ確認してる長さじゃないね。やってんね、カチャカチャ言ってる。結婚もあるから後で拾っとくわ。2人いるからね。やってます、いじってます。どうするどうする。おやだーい、警察だー、スワットだー。他に書いても閉まれないように気をつけて。遊びに来たぞ。あれ、藤子じゃん。そうだ。あ、ここは藤子の店だ。誰が見つけたんだ、ここ。藤子？藤子だぞ。これ誰だ、横のやつは。ハイライトの兄弟、一か？ねえ、その髪型やだ。いや、かっこいいだろ。あれ、サブロいるやん。前のがいい。サブロ？え、だ、何が見えてんの、藤子には。サブロ見えてる。お、びっくりした。え、怖っ。サブロ？あれ、消えた。サブロ？あれ、見えなかった今、いたよ。一応ね、今中入ったんだけど、いるのが藤子と石か。所長、戻ったよ。今、闇メカニックの場所で、実際に働いてる人がいたので、検挙中らしいんですが、誰だ？藤子と石かがいる中に。藤子、藤子がついに。これ車であるのか確認した方がいいんじゃない？ちょっとな、ここなメカニックの、まあ、修理マークみたいなやつ、まあ、実際店舗型の店ではなくてな、分かんないから一応ちょっと車とか調べさせてもらうと、怪しいものはないか。これは誰の車だ？これ分かんない。分かんない？どういうこと？来た時にもう置いてあったんだよね。あ、なるほどな。え、まあ、でもあなたの店なんでしょ？誰のか分かんない。ん？あなたの店なんでしょ？車はこれ。もう入ってない。これってか、いちかさん、ちょっと動かないでもらっていい？いいよ。オーナー車だった。まあでも、こだしたでしょうね。車入ってきたの、藤子さん。車いじってるんじゃなくて、なんか修理台の方みたいな触ってた、スタッシュを。
ってる瞬間見れてないよ、どっちがいじってるかは。入った瞬間に警察から見て右にいたのはどっち？右にいたのはいない、左に2人。その中でも右にいたのはどっち？いや、両方とも左で察しってた。全く同じ位置に2人いたんだよね。右にいたのはいちかちゃんだよ。右にいたの？あー、ちょっと場合によってはそうだね。作業台の右側にいたのはいちかちゃん。最初に手挙げたのはどっち？藤子だね、最初に手挙げたのは。あ、じゃあいじってたのいちかだよ。これで見てて、あの一番最初に手挙げた人いたじゃん。一旦じゃあ、いちかの持ち物検査するね。じゃあ一旦いちかはじゃあ持ち物検査させてもらうな。いいよ。手を挙げた方が車あんたにするのに。手錠はダメだね。確かに手錠持ってダメだね。確かにそうじゃん。いいわけないからな。確かにこのランプは手錠ぐらいやる。このランプ私のやつ。ありがとう。手錠かけてみたら手荷物は手錠しか持ってない。スタッシュにしまった可能性はある。これはね、しまってはなかった。ごめん、私は見てたけど。え、奥まで閉まる時間はなかった。メカニック用品を作ってたらでもなんか持つよね。私初めて見たよこれ。あ、そうなの？うん。なんだそうなのか。これは藤子のか。手上げたい方が車触ってたんだよね、ずっと。普通に手挙げたのは藤子だね、覚えてる。はーい、私っつってここで働いてるのって手挙げたよな、みんな。車触ってたのはもうないわよ、別に。もう一人の方だね。千連絡してたから、いちかが初めて来たけど、どういう伝えしてるかもね。こんなところでなんか修理できんの？そうね、私は。なんていうお店なの？これ入り口どこですか？内緒内緒。これなんなの？これリアシメで走った。これってあれ、メカニック用品作るクラフト台みたいなやつ？そうね、クラフト台よこれ。藤子ちゃんのお店って言ってるよ、うん、藤子ちゃんのお店だけど店の名前は教えられないって。なるほどな、こんな感じなんだ。へえ、初めて来た。マジ？じゃあさ、ちょっと置いてこっち。何？うん、これ地下室、シェル格納庫開く、もしかして。まあ、開かないけど、かっこよくない。今が格納庫あるよ。かっこいいっしょ、ここ。洞窟ね。そう、洞窟。届け出を出してない状態でメカニックを営業するのって大丈夫なの？何？届け出をしない状態でメカニックを営業するのって大丈夫なの？それ自体は違法ではない。あんまり話す気ないから、出ててちょうだいよ、仕事あるから。免許持ってるか持ってないかだな、判断基準は。なるほどね。藤子は持ってんじゃない？持ってるよ。そう、やっぱ持ってるはず。そう、藤子は警護灯をたまにしてるけど持ってはいる。え、車の中も見たんだよね、近くにあった。近くにあった車は盗難車みたい。でもなんか最初からあったって言われてんだよな。そう、来た時から。あ、戻ってくる。来た。あ、おかえりちゃん、おかえり。ただいま。なんなら応酬じゃない。あ、それ、車のカスタム確認したい。あれしてくんない？ちょっと私結婚取っとくわ、この坂のところにあった。盗難車だけ押収して一回撤退した方がいいんじゃない？うん、それでいい。まあ、あんまりお話しする気ないなら、いてちょうだい。うん、そうね、ごめんなさいね。お前、話するなら、何、いていいの？はーい、お話しないっぽい。え、ちょっと修理、じゃあお願いしようかしらね。ああ、ここの修理代普通に使いたいし。確かに。私も車直してもらおう。なんで私の修理代使うのよ。え、ここ来ていいのじゃあ、私たちも。あんまりかも。あんまりかも。あんまりかも。あんまりな。あんまりかも。何、一元さんお断りみたいな感じなんか？
まあそうね、古くからの私のお客さんぐらいしか来ないから、警察来るとちょっとあれでしょ。客じゃないってのかよこっちは。金払ってるよ。おいおい、うちの国で店開いといて。本当に、本当に客は選ぶ権利だってありますからね。いやいや、こっちだってね、国のほうがここに直してもらう。国のほうが、そりゃそうやな。はい、出てってください。いいんじゃない、直してもらったら、ね、直してもらったらお客さんになるわけだし。うん、まあ一旦今回は摘発するようなことはできないかなって感じで、何も持ってないんだ。何も持ってないし、実際藤子がメカニック用品持ったとしても別に指導市民だから問題ないしな。その通りだな。誰でもサーマルの情報が 100% 正しいんだったら、最初に手を挙げたのは記憶の中では藤子だったはず。 100% あるよ、うん、だって私ずっとサーマル見てたもん。ね、いちかさん、いちかさんはね、あのどっかに物をしまうような動作はなかったわ。あれクラフトできる作業台にしまえたりしないよね、あそこの。一緒に来た時にいじってたけど、ちょっといちかさん。あそこ入れられるんだったらちょっと話変わってくるね。まあまあまあ、まだわかんないか真相は。まあただギリギリまでいじってたよ、警察が入る。ああね、だからちょうどね、入った瞬間2人とも作業台にいたからね、触ってんの見れてないんだよね、車を。あとね、パトカーで入ってくしかないじゃない。結婚藤子さんね、だからあんま意味ないわ。はい、あでもそこのその闇メカニックのアジトで働いてるのが藤子だってことと、いちかが客としているっていう情報は分かったから、でかいかも。いや、客っていうか従業員じゃない、触ってたから。てかまあ服はね、同じ服着てたね、黒の。え、車みたいな、ごめんなさい、車なんか3台あったじゃない。で、うん、1台が盗難して、あと藤子さんのランポみたいな感じで、あと1台誰のだった。地下のバイク。おー、じゃあそうね、その盗難車何とはなるわね。うん、ババア、あ、なんだからあったって言ってけど、近くともさ、1時間前の時点ではなかったよね。ちょっとまだ全体には共有しなさそうな方が良さそうなことだけど、1回行ったもん。うん、ちょっと君には共有しときたい。とりあえず今後はそこ熱源あり次第、そのうちレポートをまとめる時とかの際に、やっぱり君にレポートを優秀だから共有しときたいんだけどな。いいわよ、話してもいいか。オッケーよ。宿直室入るか。オッケーよ。こっちじゃないよ、こっちよ。もう間違えちゃう。開けてもらわないと入れないから、開けてちょうだい。これ入れないんだよ、じゃあ私も入れないけど。なんでだ、誰だこれ鍵持ってんの。じゃあいいや、ここでちっちゃい声で話すか。ああ、いいわよ。とりあえずな。あと、あさっき、なんかさ、うん、戻ってきてんのさ、車。梅さんとまあ普通に、なんか、宝探しのデートしてたんだけどな。うん。市長が、ちょっとツイックスで市長の方向を見てほしいんだが。どんぐらい前？いや、山下市長で検索して、出てくる市長のここ数回の投稿を見てほしい。こいつかい、デパートがなんたら言ってる。あ、震源地の方だ。そう、うん、で、ちょっと前に遡って、月曜に珍しくロスサントスで地震が起きたが、市民のみんな大丈夫か、地殻変動じゃなきゃいいんだが。あったわね。そう、とりあえず報告が入った怪しい場所に目印を置いた。分かりづらいが、私が調査できればいいので問題ないだろうと、うん、で、なんか今巷ではこの、その、なんだろう、報告が入った怪しい場所、 V が置かれたその場所をみんなで探すのが流行ってるらしいのよ。 V って何だよ、津波 V みたいなことか。あ、そうそうそう、津波 V みたいな。
でそれを島の右上にあるって言って俺と梅さんでずっとさっき探してたんだけど見つけたのね、うん、結論海の上に、うん、あダウンしたやつか、はい、そう海の上にほんとちっちゃなブイが浮いててでその中入ってったらまるでゴジラが生まれそうな洞窟があったのよ。おお。ね、見たことない色のクリスタル、うん、紫黄色だの青だの緑だの、うん、がいっぱい生えてるすごいこう海に一回潜ってで上がってくような洞窟があったんだけどな。そこで何を取れるのかは正直ちょっと分かんないんだけど、うん、そこにいた連中が、うん、明らかに堅気のやつらじゃないんだよ。あらゾンビ子、あマダラ組いいね。ウェスカ、モンディ、他にもエスタークとかいて、でもとにかくおっとうるさいわね。音が大でかく、もしもし、はい、あどうした、あちょっと待ってくれれば大丈夫、署にじゃあ来ておいてくれる、はーいはーい。で、結論その、うん、その場所のいる連中たちがもうほぼ白市民、白市民って言ったら私と梅さんしかいないぐらい、もうで変装してるやつもいた。それで殺されたのかい？殺されなかった。あ、そう。モンディに一回手錠されて、うん、俺は一回記憶消さないとなとかって言われたんだけど、うん、俺がいやいや遊びに来ただけだからって宝探しっていうか冒険してただけだからって言ったら解放してくれたんだけどな。うん。ウェスカーとかモンディとかボスレベルの連中が直々に来るような場所ってなんだろうと、うん、デートじゃない、ウェスカーとモンディがデートしてたかもしれない、だから記憶消さないといけないって。いや、あなるほど、いやもう5、6人の集団で来たんだよそのウェスカーたちは。そうかい。つまり、うん、何が言いたいかというと何か怪しい素材やものが取れる場所なんじゃないかなと考えてんだ。おう、うん、ただこれを今警察全員に共有するとおそらくみんな行くだろう。あ、そうね。行って見つかるとまた厄介なことになる可能性があるから、うん、ちょっと一旦情報は警察内でもいっぺんに広げるんじゃなくて小出しで知ってるものをいないかちょっと聞き込んでって、うん、で最終的に何の場所なのか突き止めたいって感じだな。うん、何やってたのかしら、ウェスカー。ドリルで掘削してた。うん、ああ、なるほど、そういうことね。ああ、クリスタルを。だいぶ話見えてきたわね、そしたら。で、ゾンビ子がちょっと我々に漏らしてくれたのが、うん、梅さんと私に、なんかここ何するのって普通にシンプルに聞いたら、なんか、クリスタル取るんだよみたいに。クリスタルとまでも言ってたな、確かな。そう、それ以上言おうとしたら別のやつがゾンビ子を呼んでちょっと奥の方に連れてって、うんうん、私たちと遠ざけたからなんかまずい情報を吐かないように口止めしたんだろうなきっと。うん、なんか一回変装してそうだな行ってみるのもありかもね。ドリルか。そう、張り込んでみる。ただやっぱりエスカーやモンディが来るような場所だから、うん、まあ、かなり重要度が高いと見えるな。そうね。でも聞いた限りじゃなんかギャング結構入り混じって撮ってるのね。そう、どのギャングも行ってたな。まだ誰んちの島ってわけでもない、うん、あれに今日この市長のねえこの話を聞いて多分行ったってことは、うん、まだ何に使うとかそうだな、まあ分かってないんじゃないかし、どうなのかしらね、もう決まってんのかしらね、これに分からない使うみたいな。よし、これそこら辺も調査必要ね。そう、この場所についても知ってる人も少ないと思うし、うん、今のところいたやつがギャングしかいないってことはギャングが牛耳ってる可能性も高いんだよな、うん、そうね、白市民が近づけないような防衛線を張ってる可能性もある。我々はたまたま忍び込むことができたんだよ、うんうん、なぜかわかんないけど、うんうん、タイミングとかもあってたまたま俺が見つけて、うんうん、
で、たまたま本当に潜入できたと思うんだけどな。あ、で、そうね、その V の場所なんだけど、車に乗ったらピンが見えると思うから、ちょっとババ下で車に乗って覚えといてくれ。ああ見えるか。あー見えたわ。あ見えた、ここだ大体。結構宝探しのところと近いわね。そう、ダイナーちょっと上ぐらい、うん、いや宝探しがこれだと思うんだけどな、うん、で、その潜って深くで、その深く潜った後にまた洞窟をこう結構迷路みたいになってて、うんうん、上がっていかないといけないからかなり複雑なんだよ入り方が。 あそうなの。オキシゲンチューブいるみたいな感じ、うん、あオキシゲンチューブ必ず3本あった方がいい、飛びに初めて行くなら。慣れてても2本は必須だな。なるほどね。そんな場所だ、うん、分かった。まあこの件はちょっとまだ慎重に扱った方が良さそうだから。そうね、うん、今日おそらく機長のそのツイックスで動いたばかりだから、うん、でもこういうの好きそうなやついると思うのよね。ち白市民でってことか。救急隊の人とか、うんうん、絶対こういうの探すと思うんだけど、うん、ちょっと聞いてみようかしらね。ああ聞いてみるのもありだな、うん、とにかくでも救急隊って結構暇じゃない、だからこういうのね探すと思うのよ。ヘリとかでね、まあ、あの実際な救急のシグナルが出てる時間帯もあったから。あそうなの。そうそう。ああじゃあいいわね、ちょっと聞いてみるわ、うん、ここら辺情報収集してみる。どうしよう、あったわ。火種になりかねないから、うん、慎重にってか、そう慎重にだな。どうした？何が？じゃあ私行ってくるわね。ああ行ってらっしゃい。いや私のね予想だとね、救急隊は絶対ね暇だから朝にね探してると思うね。砂漠の方行ってきますね。行ってらっしゃい。あこんにちは。あはいこんにちは。あ、じゃあ違うわ。こんにちは。ポンデリング好きそうな人ですね、誰かさん。ああ、ポンデリング、まあ美味しいけどね。お。美味しいけど。千番茶のコンビニ行ってくる。まあやっぱカロリーが気になる。当てるよ。カロリーを気にしてるんや。ちゃんカロリー気にしたっけ。どうぞ。お帰りなさい。あれ、ポンデリングね、なんかね、醤油で、食べるみたいなのでね、ひなこ餅みたいな風になるって。へぇ、カロリー気にしてるんじゃないですか、おばあちゃん。なんだっけね、なんかね、醤油と食べたらね、美味しいみたいなのあるんだよ。この間食べたんだけどね。ひなこ餅食べるくないですか、最初から。うるさい。わざわざそういうこと言うやついるような、元も子もない。そういう。わざわざポンデリングを犠牲に生贄召喚する人ありました、ね。私の屋上にめっちゃヘリいた。それね、攻撃力1800のモンスター生贄召喚してると同じですよ、しょうもない。あーそう、ちょっと聞きたいことあってきたんだよ。ありがとう。今日早番って誰かいた？まあ俺はいましたよ。あそう、救急隊ってなんか市長の DX のツイート見てなんかお宝探しみたいなのした人いる？いえ。あ、市長が宝って言ってるの。地震の話か。なんか行っちゃったんだよな、そのツイックス。なんか救急隊で、救急隊って結構暇じゃない、だからそういうところ行くかもなと思って、暇な時に探したりとかしたのかなと思って、ま、誰も行ってないんじゃないかな。本当。え、知らなかった。暇じゃなかったのね、今日は。あ、一人行ってないですね。本当になんだ、じゃあはいはい。殴られました。止血だけしてます。なんかエスターブ君が女になったの知ってます。一緒にデパート行かない？うん、そうだよ。そうそう、なんかね、異世界平和が訪れたんだよ。よかったね。うん、メスタークだから。マシオ先生、対象が男になったそうです。スターク、やれやれ。スタークもしかしてまだ指名手配？指名あと32分。
あれそこにいたぞ。今なんか今いましたよ。ありがとうございます。はい、了解。エスターク、あと32分指名手配の。あ、すいません、エスタークじゃなくてメスタークです。メスターク、もう、もう、あの、何がとは言わないんですけど、もうないんで、メスタークです。メスターク、エスダークネスっていう名前の女の子です。どうした？はい、ちょっと違う、妹かもです。パパが、あの、デートしたエスとは違う存在です。あの、正常のエスタークとは違くて、もうな、違うんですよ、性別から、マネからもう。喋り方違うの気づかなかった。ほら、見て、喋ってないよ。ちょっとさ、え、脱いでよ、服、それ服脱いでみてよ、今服？メスターク、服脱いでみてよ。服って、どの服を脱げば？全部。まず、顔から行こう、顔から顔から。メス？今ね、疑われてんの、エスタークじゃないかって。そう、指名手配のエスタークじゃないかと思ってね。そう、もうためとって。え、服脱いで。なんだよ、あんたそっか。マジであの子誰？着てないよ。服脱げて、服脱げて。ベスタークだって。ほら、やめてよ。これでもエスタークだって言うんですか？どう見てもメスタークでしょ。変態。はい、ほら、やめてよ。でしょ、これはメスタークなんです。別人なんです。すいません。ついてないし、ついてる。じゃあエスタークは死んだんだね。なんで？まあ、死んだと言っても過言ではありません。はい、分かった。また会える日までって感じですね。妹なんです。エスタークは死んだんだね。さすがにこれだとエスタークじゃなくてメスタークなんで許してはもらえませんか。そうじゃないかしら、さすがにね。どっかね、偽物だすです。生きてるんじゃないか。今からこの子をよりワンランク上の女の子にするためにちょっと服装を変えてきます。はい、可愛い。可愛いのにしてきます。変えてきます。この人にもいろいろあるんです。差してあげてください。メスタークになんか用はないね。うせな。どうも。メスターク。なかったら寝るから。やめてやめて。なんかあるなんかあるなんかあれ。じゃあまた来るわね。お疲れ様です。店舗強盗とかフリーかとかガン無視して。あー痛いね。大丈夫ですか？あー痛いね。今ぶっ飛んだね。だいぶぶっ飛んだね。なんで生きてんすか？あとは運が良かったね。交差点でごめんなさい。大丈夫よ。あれバイクどこ行ったかしら、私のバイク。あ、あれかしら。あ、気にしないでいいのよ。はい、すいません。